MA です。サブちゃんです。ビオラーの皆さん、ビオリーへようこそ。はい、今急遽緊急でちょっと言いたいだけです。緊急でカメラを回していまして、というのも今から秋葉に行きたいと思います。はい、秋葉に向かいます。なので今身支度中っていう感じですね。すいません、なのでちょっと髪の毛巻きながら喋る感じになっちゃうんですけど、今あのサブちゃんを撮ってました。うん、サブちゃんを撮ってフィギュアのね、フィギュアがおもちゃでついてるさ、ビックリマンチョコのサブちゃんを撮ってたんですよ。でね、狙いの五条先生は出ませんでしたけれども、まあ十分楽しめましたということで、はい。今その直後なんだけど、今日ね、今も時刻が夕方で、今日秋葉に行く予定はなかったんですよ。だけど今日塗ってたものがあって、それちょっと 何なのか皆さんに言えないんですけど、塗ってたものがあって、でそれでちょっと急遽必要になった塗料がいくつかあるんです。だからそれをね、秋葉に買いに行きたいなっていうところです。で、秋葉に行くのでせっかくだから私ちょっと撮りたいものがあって、それも一緒に撮れればいいなって現時点では思ってますっていう感じかな。うん、だからちょっと急遽なんですよ、私の中では。そうそうそう、なのでちょっとちゃ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 って終わらせちゃって、身支度をもう早速撮影に向かいたいと思います。私髪の毛巻くのめちゃくちゃ雑なんですよね。なんかさ、何パターンかさ教えてもらった巻き方があってさ、なんか試すんだけど、なんか結局めっちゃ急いでる時っていつもさこの巻き方になっちゃうんだよね。あとね、このアイロンもね、もうずっと使ってて結構もう買い替えなきゃなっていう感じなんだけどね、なんか粘れるとこまで粘りに粘ってます。はい、じゃあそういう感じなので、次多分カメラ切り替わる時は多分外だと思います。じゃあ準備します。はい、今ヨドバシの前に着いたのでちょっと買いに行ってきます。行ってきます。はい、買ってきたよ。買ってきたのかい？うん、あのね、思いのほかで買っちゃった。結構買ったね。そう、最初はさ塗料だけって予定だったんだけど、あれだいぶ多そうだね。そう、どんな感じよ、見る秘密。あ、秘密かな。秘密。なぜならこの中にはあのね、サブちゃんでぜひみんなと一緒に開封したやつも入ってるからね。なるほどね。そう、それはなんか予定なかったんだけど、うわ、いいじゃんと思って買っちゃったんだよ。なるほどね。そうそうそう、っていうのもあるからね、内緒ね。次はどうするんですか？次はね、私がちょっと引きたいね、ガチャガチャがあるから、ほう、ちょっとふらーりとガチャガチャ押しに行きたいと思いますね。で、それは一個日和の動画にするので、うん、撮影もします。はいはい。だから夜だから、急遽夜になったから、私あんまり夜は撮影しないんだけど、今日は夜撮だね。そうだね。うん、で、行きますか？行きましょうかね。はい、みんな見て、桜見つけた。ほら、桜と電車めっちゃいい感じじゃない？なんかさ、桜かけるさビルってさ、私すっごくね、新海誠さんの作品思い浮かぶんだよね。多分私だけじゃないはず。そうじゃない？そんなこと思ってる人いるはず。いや、絶対にいると思う。なぜなら、あれだよ、この前さ、天気の子のご飯作ったじゃん。はい、あの時にやっぱりね、新海誠さんの作品見てる人結構多かったから。なるほどね。そう、ちょっと撮れてますか？顔は映ってないけどね。でも桜で一緒に撮れてるよ。撮れてる？うん。あー、いいね。わー、ちょっとこのまま花見酒する。ちょっとコンビニでビール買ってさ、花見酒する。そんな気分ってことね。うん。今日ね、見つけたらやりたかったね、ガチャがね、実は何種類かあって、1個今ね見つけたからね、今からサブちゃん取ってきます。やったー。はい、狙いのものが引けました。嬉しい。これはね、ここで中身が見えるタイプだったんやけど、お家でね開封するって流れです。はい、なのでとりあえず1本やりたかったガチャガチャ今取れたって感じで、もうちょっと今から歩いてみて他の狙いのガチャがあるかどうかちょっと探したいと思います。よし。ないかな。もう1個のやつも私すごくやりたいんだよな。ないかな。あるといいんですけどね。どうだろう。
まあ秋葉はあれですよ、ガチャガチャは本当にたくさんあるから。うん、そうだね。うん、みんな聞いてよ今、マサさんがね、ニーハイソックスの方見つけてね、ハイニーソだって言ってたよ。ハイニーソってちょっと違うだろ。ダメ、ダメでしょ、絶対ダメでしょ。本当。ニーハイがさ、ソックスがハイになっちゃってるよそれ。今ね、探してるんですよ、いろいろ言いながらも。ガチャね、探してるんだけど、まだ見つかんないんですよね。今さ、リバティのさ、うん、横にあるなんかこう、闇ガチャじゃないけどさ、はい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 、広角ガチャ系のやつ、そう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 、見てるんだけどさ、結構いい品種ありますか。可愛いね。可愛い。でもこれはあれでしょ、あの超上位のやつやろ、これ。こっちもあるよ。あ、これ私がこの前やったやつだ、引き当てたやつよ。肉があるね。これちょっと見えにくいと思うけど、マジカルミラー2019か。はいはいはい。今もね、まだガチャガチャ探してるんだけどね、まだ見つかりません。もしかしたらもうなくなっちゃったのかもしれないね。なくなっちゃった可能性はあるかもしれない。でもさ、そんなこんなしてるとさ、私ちょっとお腹空いてきたんですよ。だからさ、今日晩ご飯まだだからさ、ちょっとご飯サクって食べちゃおうかなと思います。はい、今日はこの後も私まだ撮影があるのね、秋葉で、うん、だからお家に帰って食べてるとめちゃくちゃ私夜になっちゃうから、もう食べます。何を食べるんですか。え、今日、うん、え、京介さん出たまたラーメン出たいや、そうそうそう、このビオリ見てるさ、ビオラさんだったらさあそこ買って、分かってる方いるかもしれんけど、エンドレスラーメン、この前私が激推ししたとこね。ちょっとさ、またさ、呼んでるんだよね。呼んでる、呼んでる。なんか呼ばれるじゃん、こう下に。今日はこの気分だなみたいなってあるじゃん。まあね、そう、いくつかある中で今近くだから、うん、行きたいと思います。吸い込まれに。あ、どうしよう、みんな、なんかたくさん入ってるじゃない。大丈夫、大丈夫か。よし、じゃあ食べに行きたいと思います。はい、今日も京都で悩ませてきますな。またかーって思われてるよ。またラーメン食っとんのかーって思われてる。思われてるかな。なんか回してる時にラーメン率が高いから勘違いされてるのでは。いつもラーメンなんじゃねえの。待って、そんな毎日ではないですよ、マジで。そう、それはそう。じゃあ買いますか。じゃじゃーん、この前と同じやつ、昆布だしがかかってるやつ。マジでうまい、マジでうまい。よし、食べてみてね。いただきます。これはね、食べないと分かんないよね、このうまそば。こういうさ、こういう芸人さんいなかったっけ。分かんないか。エドハルミ。あ、いや、こうやってやってたさ、めっちゃ思い出したな。こんなんやったっけ。ごちそうさまでした。うまかった。美味しかったですね。うまかったね。美味しかった。それからでちゃんと美味しかった。ね、うまかった、本当に、うん。ちょっとね、今ね、インスタを更新してるんだ。うん、はいはい、はい、インスタやるの忘れてたから。インスタもみんな見てくれるからさ。ちゃんと更新頑張ってるもんね。そうだよ。だからちょっとうんちゃんは、うん。うん。あのね、ガチャガチャはね、ちょっと見つかんないので、ちょっと次の撮影のところに向かいたいと思います。よし。ちょっと暗いからさ、ちゃんと撮れるかな、綺麗に。不安なところもあるんだけれども、あのね、私実はね、今から行くとこめちゃくちゃちょっとなんか楽しみで、ちょっとどんな感じかなっていうのがめちゃくちゃ楽しみなところなんですよ、うん、だからちょっと行ってきたいと思います。うん、やばいやばいやばい、見つけた、見つけました。みんなちょっと軽くホラーね。ちょっと待って、マジでこれちょっと軽くホラーだわ。いや、あのね、私ね、夕方までに本来行こうと思ったの、ここは。だけど緊急で今回秋葉に来たから今日撮っちゃうかと思ったんだけど、暗いわ。ちょっと見せようかな、みんなに。いやー、でもこの雰囲気好きだな。でもちょっとホラーじゃない、軽くね。ちょっと軽くホラーじゃない、うん、どう。今ね、撮影が終わりました。
ちょっとマジで行ってみたいところだったから楽しかったんだけど、なんかなかなかにちょっとなんだろう、ディープな場所でした。うん。マサさん的にはどうでした？面白かったよ。でも面白かったでしょ。なかなかああいう場所はたくさんあるわけじゃないですからね。まあもし気になった方いたら秋葉でお買い物したついでにちょっと行ってみてください。うん。はい、皆さん戻ってまいりました。はい、今日はね、あの目的のものは買えました。ちょっと買えなかったものもあるんだけど、あの予想、違う、あの想定外のものも買えたので、そうそうそう、だからちゃんと今日はね、あの必要なものをゲットできましたと。で、撮影もできましたと。はい、で、これからね、あのゲットできたものもあるので、サブちゃんもね、あの開封をね、撮っちゃいたいと思います。今さ、私めちゃくちゃ喉乾いてて、ちょっと小腹が空いてるから、さっきね、コンビニでね、デザート買ってきたんですよ。だからね、そのまま今からね、撮る、あの、サブちゃんの中でね、食べたいと思います。なんか私、本当になんかそういう感じでやってるんですよね、サブちゃんは。なんか、自分が食べたいもの買って食べたり、まあ食べなかったり、興味のあるものとか、今気になってるものを回す、みたいな。そう。じゃあ、一旦、撮影しまーす。はい、これからちょっと作業をします。今日ね、撮影とかいろいろ始める前にやってた作業に戻るって感じですね。で、さっき買ってきた塗料も使うので、ちょっと早速やっていきたいと思います。頑張るぞ。今日はもうここで動画は終わりかな。今塗ってるやつはね、割ともうだいぶ前から取り掛かってるんだけど、まだ完成しないんですよ。ちょっとね、ここ最近他の作業もね、結構やることが多くてですね、こう一気に進められないんですよね。一気にね、できるときはね、もうガーってやっちゃいたいね、タイプではあるんだけど、これはね、それがちょっとできないんですよ。だから、チコチコ進めていってるっていう感じです。塗り自体はね、これすごく楽しいんですよ。だからさ、4月中ぐらいにはね、動画できるといいんですけどね。まあそれを目標で進めていってますよ。これはね、あのサブチャンじゃなくって、完成したらメインチャンネルの方でね、この作品は見せると思うので、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っててくれたら嬉しいです。はい、今日のね、とある一日シリーズはこれで終わりかな。はーい、じゃあね、皆さんいつも見てくれてありがとうございます。また次の日和でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。